ボイス、こんにちは、金子直です。この番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回もお話を伺いますのはコーポレートイノベーションコンサルティング部プリンシパルの伊吹英子さんです。伊吹さんはサステナビリティ経営に関する戦略構築と実行支援、また財務と非財務を統合した経営管理制度の構築などの領域をご専門とされています。伊吹さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回のシリーズではパーパスをテーマにお話を伺ってきたんですが、今回最終回となります。伊吹さん、最終回はどういったお話でしょうか。はい、今回はパーパス導入に向けた鍵です。 NRI Voice NRI Voice。 さて、前回ではパーパスがどういった点で経営に生きてくるのか具体的にお話を伺いました。そして最終回となる今回はですね、伊吹さんに実際にどうやって企業がパーパスを導入していけばいいのか、その鍵ですよね、この点について伺っていきたいと思います。さあ、アドバイスをお伺いしたいんですけども、どういった点がポイントになりそうでしょうか。はい、パーパスという考え方を組織に導入していくときにですね、一番大切なのはその企業の風土ですとか成り立ちとか、また企業ごとの特性を踏まえて導入していくということが大切になります。はい、パーパスを組織に反映していくための方法というのは大きく4つのポイントに整理できますので、それについてお話をさせていただきます。はい、まず1つ目は経営トップ、そして経営陣の強いコミットメントというものが必要となります。そして2つ目に社員の内発的な動機にフォーカスいたします。そして3点目に一貫した経営方針、事業計画に落とし込み推進していくこと、最後の4つ目は日常のマネジメントで習慣化させていくこと、こちらの4つのポイントというものが重要になってきます。はい、ありがとうございます。4つ今挙げていただいたんですけども、1つ目が経営トップ、経営陣のコミットメントといったことなんですけども、これはどういった内容なんでしょうか。はい、パーパスというのはその企業そのものを示すものでして、社会における、存在意義ということなんですけれども、企業の中でまずは経営トップが自社のパーパスについてきっちりと理解し、これに取り組んでいくんだといったような強い思いが必要となってきます。例えば経営トップが自社のサービスとか商品の社会的な存在価値ですとか、社会の提供価値をきっちりと考えて言語化していくといったようなことが必要になってきます。はい、そして言語化するだけではなくて、その言語化されたものを自分ごととして社内そして社外のいろいろなステークホルダーに伝えていく、こういったことが必要になってきます。経営トップは企業組織の映し鏡でもございますので、経営陣がきっちりとパーパスに基づいてさまざまな経営事業判断を実行しているのかどうか、そういったことに対しては社員の方々も極めて敏感に考えているのではないかと思います。そうですね、本当にこうあり方の写し鏡である羅針盤にもなるという話、これまで伺ってきた中でありましたけれども、そうですね、自社のパーパスについてきっちりと理解し、それを浸透させていくという、役割があるということですよね。では、2つ目ですけども、社員の内発的動機にフォーカスをしていくという、こちらはいかがでしょうか。はい、この社員の内発的動機というのはとても重要なポイントとなります。はい、今お話ししてきたパーパスというのは組織としてパーパスを掲げるといったようなことなんですけれども、社員がこのパーパスに共感共鳴するためには組織としてのパーパスではなくて、社員の皆様のですね、自分自身の個人としてのパーパス、あるいは例えば人生におけるパーパス、自分たちはこの生きている中で、これから生きていく上でですね、
どんな社会的な役割を果たしたいのか、自分が何をしたいのかといったようなことを、まず社員の方々が個人的にですね、自分自身で考えていくといったようなことが必要になっています。パーパスというのは、人から聞いて、あるいは人に用意されて完成するというものではなくて、感じること、自ら実感する、共感する、共鳴するといったことが大切になります。個人のパーパスを自分なりに考えた経験があるからこそ、所属する組織のパーパスの重要性が分かり、共感共鳴が生まれるといったことになります。つまり、個人で言語化したパーパスと会社とか組織が掲げているパーパス、この重なり合いがあればあるほど、仕事のパフォーマンスの向上にもつながっていくというふうに考えています。きっかけはやはり最初にお話しいただいたポイントの経営トップ、経営陣のコミットメントにあるとは思うんですけども、そこから、それをただ待っているだけではなくて、一人一人が自分のパーパスとしても重ね合わせて考えていくことがすごく大事ということですよね。そうですね、なかなか企業で勤めているとそういう経験がないのかもしれないんですけれども、そう思いました。少し仕事とか所属している企業のことをですね、ちょっと横に置いて、自分は今何をしているのかということに立ち戻ると良いと思います。やはりその誰かに用意されたパーパスについて考えるという前に、一人一人が何の制約も受けずに自由に自分のパーパスを考えてみると良いと思います。そうすると、こう個人としてのパーパスというものが今見えてない人もですね、より明確になって、それが組織としてのパーパスと合ってるのか合ってないのか、合ってるとしたらどれぐらい重なり合っているのか、その重なり合ってる部分が大きければ多いほど、会社への愛着も増して帰属意識も高まり、結果として組織全体としてのパフォーマンスが上がっていくということになると思います。本当にそうですね。さあ、では3点目です。一貫した経営方針、事業計画、ここに落とし込むことというふうにおっしゃったんですけども、これはどういった観点でしょうか。パーパスというのは社会における存在意義を言語化したものですが、このパーパスを掲げているだけでは日常のマネジメントに生かされてこないというふうに思っています。そこで、一貫した経営方針とか事業計画に、この掲げたパーパスというものをうまく落とし込んでいく、反映させていくというようなことが必要になってきます。例えばビジョンとか経営計画とか事業計画を見たときに、パーパスから見て納得感とか説得力があるものになっているでしょうか。そこが乖離していると、パーパスは掲げていても日常のマネジメントではほとんど何も生かされないということになるかと思います。そのため、パーパスがうまく反映されているような経営計画というものを作るプロセスをきちっと定めたり、各事業の戦略とパーパスがきっちりと整合性が取れているのか、あるいは人事評価制度などにおいてもパーパスを考慮した制度になっているのかどうか、そういったことが問われるようになってくると思います。例えば、パーパスというものを掲げていたとしても、人事評価制度で財務的な業績のみを評価の対象にしているといった場合には、なかなかパーパスを重視したマネジメントにはなっていかないというふうに思います。そうしたパーパスといったものがきっちりと日々の業務の中で生かされていくために、仕組みとか仕掛けにきっちりと落としていくといったことが必要になるというふうに考えています。あっても掲げてるだけでは意味がないということだし、余計その現状と乖離していけばいくほど分かりづらくなってしまうということになりますものね。はい、はい、パーパスとか、理念もそうなんですけれども、こう額縁に入れてですね、オフィスに飾られてるといったことがあるかと思います。はい、あるいはカードにしてですね、配布されるといったようなこともあると思います。はい、それはおそらくこう覚えるためといいますか、その言語化されたものをきっちりこう認識するためだと思うんですけれども、やはりパーパスというのは感じるもの、感じられるもの、感じて意味が出てくるというようなものですので、
額縁に入れて飾っておくだけでも、何かカードを配るだけでもいけませんね。やはりきっちりと経営とか事業の仕組みの中に落とし込んでいくといったようなことができると良いというふうに思います。わかりました。さあ、そして最後4つ目のポイントだったんですが、日常のマネジメントの習慣化、習慣化させていくこと、これはどういった観点でしょうか。はい、パーパスはこう策定するプロセスでもいろいろな人たちを巻き込んで策定すると思うんですけれども、実は策定した後というものが大変重要でございまして、はい、今もお話しした日常のマネジメントに生かしていく、仕組み仕掛けというものもあるんですけれども、その他にきっちりとそのパーパスについて対話をする機会とか、社員の方々が日々考える機会というものを積極的に作っていくということが必要だと思います。対話も含めてなんですね。はい、そうですね。パーパスについて考える、そして自分が仕事の中でパーパスを例えば感じた瞬間とか、パーパスに基づいて行動したエピソードとか、そういったものをこう社員の方々が一人一人こう考えて語り合うとかですね、語れば語るほど、あ、そのパーパスというものが重要なんだと気づいたり、あ、自分たちはこんな形で社会に役立っているんだということを感じることができるというふうに思います。それはすごく出席してみたいというか、一番そういったところにヒントがたくさん転がっていそうというか、いろんな話が出そうですね。実際そういう例をやっていらっしゃる企業ももちろんあるんですよね。そうですね、グループを組んで、その自分たちのパーパス、パーパスと呼んでない場合もあるんですけども、自分たちの社会的な役割とか存在価値について、日常の業務から少し離れてですね、振り返ってみるとか考えてみるといったようなこう対話の機会を持っている企業さんは多くあると思います。これは社員一人一人もそうですし、経営層もですね、皆様もやはりきっちりと自分たちのパーパスとは何か、それが今、日々の意思決定とか業務の中でですね、きっちりと体現できているのかといったようなこと、そんなことを考えていくことも必要だというふうに思います。はい、習慣化させていくということにはもう本当に日々の積み重ねがなければなし得ないことであるわけですもんね。でいろいろな、その経営だけではなく、社員だけではなく、顧客だけではなく、いろんな層にとってそのパーパスがいかに重要かということがよくお分かりいただけたかと思います。ここまで伊吹さんにはパーパス、こちらをテーマに日本企業にとって今考える必要があること、さまざまな面からお話を伺わせていただきました。で最後になるんですが、伊吹さんから企業の皆様へ、お聞きの皆様へのメッセージをお願いしてもいいでしょうか。パーパスという言葉ですけれども、もしかしたら聞き慣れないかもしれません。パーパスと言っても言わなくても良いと思います。自社の社会における存在価値とか存在意義を今一度考えて立ち戻って、今後の経営事業判断に生かしていくといったようなことで、さまざまな経営メリットがあるというふうに思っています。次にパーパスというのは言語化されるだけではなくて、感じるもの、感じられるものとお伝えしましたように、共感、共鳴されることで初めて意味が出てくるというふうに思います。ですので導入のところでもお話ししましたように、経営事業の仕組み仕掛けにきっちりと落とし込んでいくこと、そして経営層の皆さんから社員一人一人が日々の業務の中で対話の機会をより多く継続して持っていくこと、そんなことが大切になってくるのではないかなというふうに思います。今社会全体が気候変動とか社会課題を深刻化ということの中で、社会性をより重視するような環境変化にさらされていると思います。企業にとっては社会的な圧力とか要請を受けているとお感じになられる方々もいらっしゃるかもしれないんですけれども、パーパスというのはよりポジティブな概念でして、自分たちが社会においてどういう良い影響をもたらし得るのかといった可能性を秘めたものだというふうに思っております。こういう社会性が重視される環境の中でも、企業が長期的な目線で成長し続ける、そんなためにパーパスというのはとても大切な考え方だというふうに思っています。伊吹さん、貴重な話ありがとうございました。ありがとうございました。
NRI Voice。金子直のナビゲートでお送りしてきました NRI ボイス、全4回伊吹さんにお話を伺ったんですが、パーパスという言葉、私も実は初めて聞きました。まあ、お話を伺いますと、ここ数年で出てきた動きといいますか考え方だということでしたよね。地球の気候変動、そして社会制度の大きな変化がその背景にはあるというお話があったんですが、とすると今後さらにこの激動の時代が続くとすると、4年後5年後に企業はどういった立場に立たされているのか、そこも非常に恐怖を感じる方おられるかもしれないんですが、そういった時にこそポジティブな概念であるというこのパーパス、これを根底にしっかりと持っているかどうかが、一つ企業の行き先を占う大きなきっかけになるポイントになるんじゃないかな、そんな気がいたしました。お話を伺っていると、非常に今の時代にとってまさに重要なことで、自然な考え方でもあると分かりました。ビジネスのヒントになるお話、今回もたくさんあったと思います。聞いて気になった方は、サステナビリティ&パーパスで、この&は記号の&なんですが、サステナビリティ&パーパスで検索すると、伊吹さんの記事が出てまいります。こちらぜひチェックをしてみてくださいね。この番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか、NRI のウェブサイトからもお聞きいただけます。 NRI ボイスで検索してチェックをしてください。 NRI ボイス、このシリーズでは全4回伊吹英子さんにお話を伺いました。ナビゲーターは金子直でした。